という感じもあったんですが、さすがに大一番が近づくにつれその表情も緊張度を増してまいりました。今はその緊張感を気合に入れ替えているところです。もう気合も十分、スタンバイ OK という吉野選手の控室です。それでは神山選手の控室はどうでしょうか。坂井アナウンサーどうぞ。はい、先ほど冷たい外気の下で入念なウォーミングアップを行いまして、準備はすべて整いました。神山選手、今日は計量の後消化のいいハンバーグを主体とした食事をとり、その後甘いものを摂取し、その後1時間ほど睡眠をとりました。そして夕方午後5時過ぎこの控室に入っております。吉野選手との戦いについては特に意識はしていません。ただいつもの試合と同じですと、全力を出し切ればそれでいいんですと静かに語っておりました。赤コーナー神山選手の控室からお伝えしました。それでは実況席の近藤さんどうぞ。さて両選手リングに入場です。まずは青コーナーです。日本ウェルター級チャンピオン吉野博之の入場です。乗りに乗っている24歳の吉野博之です。目下14連勝中、勢い止まらず、久しぶりに超える相手と戦えると自信満々に話します。神山君には悪いが早い間に倒します、こう言い放ちました。日本ウェルター級タイトル防衛は10回、超ハードパンチャー吉野博之、青コーナーに入場です。現役日本ウェルター級チャンピオンの吉野博之、青コーナーに姿を見せました。続きまして赤コーナーより、さあそして場内が待っています。続いては赤コーナーです。赤コーナーに日本ジュニアアイドル級チャンピオンの神山博之の入場です。吉野と同じ防衛回数は10回、その屈辱の黒星が神山の唯一の敗戦です。現役日本チャンピオン同士の対決になりました。必ず張りを返します、ノックアウトで雪辱です、本人は試合前にこう言い放ちました。日本ジュニアアイドル級の現役日本チャンピオン神山博之登場です。さて意地とプライドをかけた王者対決、両チャンピオンリングに登場です。ファンが待ちに待ちましたゴールデンカード、神山そして吉野、現役日本チャンピオン同士の対戦です。こちら吉野博之、日本ウェルター級の日本チャンピオンです、現在のチャンピオン。そして一方ジュニアアイドル級のチャンピオン神山仁。場内がいつもとは違った雰囲気に包まれました。八尾田さん、はい、我々もワクワクします。そうですね、この試合をね、行うにあたっては両陣営のマネージャーね、はい、渡辺さん、木村さんね、これはよく思い切った試合を組んでくれたですよね。和島さんいかがですか。いやね、もう今日も朝からもドキ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 ですよね。はい、これやっぱりね、ずっと KO でこの防衛回数を10回続けている両者というのはね、もうウェルターもジュニアミドルもないんですよね。ただジュニアミドルの方がなんとなく俺は重たいクラスだから絶対負けられないぞというようなプレッシャーがね、あるとしたら非常に吉野君は試合をやりやすく持っているんじゃないかなという少し心配もありますよね。さて呼び出しです。そして一方青コーナーです。日本ウェルター級チャンピオン吉野博之、 WBC ウェルター級8位、 WBA ウェルター級第9位にもランクされております。
青コーナーから登場の吉野、そして赤コーナーは神山。両者の対決はこれが3度目になります。吉野の1勝1分け、しかしその1引き分けも記録は引き分けですが新人王戦でした。神山の勝者扱いという結果になっております。さあ両選手試合前リングの中央です。こちらジュニアメダル級チャンピオン神山、そして吉野、第1ラウンド開始のゴングが鳴ります。神山か、あるいは吉野か、注目の第1ラウンドゴールデンカード、現役日本チャンピオン同士の対決です。さあ神山の左が吉野を捉えました。いきなり神山のパンチが吉野を捉えています。神山の左、白いトランクスが日本ジュニアミドル級チャンピオンの神山、そして黒いトランクスが日本ウルター級チャンピオンの吉野。さあプライドと意地をかけた大変な大一番になりました。いきなり神山がいいパンチを出していきました。共にプロ入り同期、そして身長は177センチ同士、防衛回数は10回同士。左が当たりました吉野の左。さあ吉野の左が当たった。いやすごい試合ですね。そうですね、もう両方ともね、これはもう前半で勝負だっていう気持ちでしょうね、はい、両選手ともに立ち上がりからエンジン全開、近しいきなり力のこもったパンチを出してまいります。左のボディは吉野です。そしてアッパーを突き上げた吉野、先ほど吉野の左が神山の顔面を捉えました。ボディです。ちょっとね、はい、心配なのはね、吉野君が少しこう内気に入りすぎて、ちょっとこうリズムがないんじゃないかなという気持ちがしますね。なるほど、ウェルター級チャンピオンの吉野にまだリズムはなし。さあ山本さんはどうご覧になりますか。確かに見えますね、しかしこの左ナッパー、左にフックというね、立て続けに3発打ってくるでしょ、はい、そうですね、これが決まるようになるとこの吉野君のペースなんですよね。はい、いきなりこの第1ラウンド開始直後に神山の左が伸びました。しかしそのまた直後に吉野の左がいい感じで神山を捉えております。色白の神山の顔面がちょっと赤くなりました。神山の右のボディです。白いトランクス神山、そして黒いトランクスが吉野です。神山の右アッパーです。両者の対決はこれが3回目になります。吉野の1勝1引き分け、ウェルター級チャンピオン吉野の初防衛戦の相手が神山でした。見事にキャンバスに神山を沈めた吉野、それから3年半ぶりの両選手の対決になりました。ファンも待ちに待ちました。そして両選手ともに本当に決着をつける日がやってまいりました。右です、神山の右、吉野が早く落ちた、吉野左のダブル、そして左のパーカー、右のストレート、左を振った吉野、神山行った、今度は神山の左行きます。ボディの打ち合いです。ボディを攻めます。いい試合ですよね。神山君はね、はい、ボクシングやろうと思ったんですよ。ただ、ね、吉野君がね、どんどん来るもんですから、はい、ボクシングのとこじゃないというような感じで打ち合い出てますね。なるほど、両選手ともにもう立ち上がりから相手が来れば行きますと試合前には話しておりました。ここで第1ラウンド終了です。注目の第1ラウンド早くも差がつきました。ファンサの対決は10対9、まず赤コーナーの神山です。さてこちらは日本ジュニアミドル級の現役チャンピオンの神山仁、22戦して20勝1敗1引き分け、13のノックアウト勝ちがあります。現在12連勝中の神山仁です。一方日本ウェルター級チャンピオンの吉野博之です。こちらは14連勝中です。24戦して20勝3敗1引き分け、16ノックアウト勝ちがあります。日本ウェルター級チャンピオン、そして WBC ウェルター級8位、 WBA ウェルター級9位の吉野です。さて場内からは早くも神山コール、そして吉野コールが起こっております。試合は第2ラウンドに入りました。八百板さん、はい、いきなり10対9、神山という採点でしたが、これは、ね、最初の
左のフックですね、それとね左のジャブをよく打ってますよね亀山君は。あ、なるほど、左のジャブ、左から今のジャブですね、はい、これも正確に打ってるということ。吉野君はね、はい、勢いはありますけど正確さがちょっと欠けてますよね。なるほど。和島さん、はい、吉野はまだエンジン全開ではないというお話ありましたが、第1ラウンドどうでした？やっぱりあの気持ちの方が先走るところありますね、やっぱりあの1ラウンド2ラウンドで自分のペースをつかもうとして、はい、やっぱりあの倍以上のスタミナを使ってきてますよ。なるほど。それは素晴らしいけどね、ちょっと絡まりしてますね。ジュニアミドル級のチャンピオン神山白いトランクス、ウェルター級チャンピオン黒いトランクスが吉野。今日は155ポンドの契約ウェイト、ジュニアミドル級のリミットの1ポンドプラスの契約ウェイトで行われております。意地とプライドをかけたチャンピオン同士の一戦です。さあこの辺りは左を伸ばした吉野、左を振った吉野、吉野の左、神山そして吉野ともに顔面が赤くなってまいりました。吉野が左を引っ掛けます。吉野が左を伸ばしていきます。左のアッパー吉野、吉野左アッパー、また左、また左吉野、しかし神山を左返します。吉野の左のダブル、吉野ダブル、吉野が左、ああいい位置だね。神山を左から右、神山左から右、さあくるくるっと通しところを変えます。吉野がクリンチで逃げましたよね、はい、今のは珍しいことですね。さあ神山左、神山の左、吉野君がね、はい、打ってる時に頭がこう右に傾くでしょ、はい、あれがやっぱりあの神山君の右ストレートもらえるような気がしますね。あ、なるほど、怖いですね、はい、さあどうだ、さあどうだ、神山行った、吉野も行った、両選手ともに行きます。今度はボディの打ち合いか、左のアッパー吉野、全く目が離せなくなりました。現役日本チャンピオン同士の一戦です。右、神山の右、両選手の過去の対戦です。86年11月新人王戦、これは引き分け、しかし神山勝者扱い。そして88年5月ウェルター級タイトルマッチ、吉野の1回目の防衛戦の相手が今日の神山でした。それはノックアウトで神山を退けた吉野。さあ今日が3度目の対決です。吉野の右、そして左、吉野飛び込んだ、吉野が左を振っています。左の相打ち、左は相打ち、残りがなくなった第2ラウンド、第2ラウンド終了です。このラウンドも八幡さんの対戦はご覧の赤コーナー神山10対9です。どっかと腰を下ろしました日本ジュニアミドル級チャンピオンの神山仁です。現在12連勝中、とにかく今日を待っていました、とにかく今日決着をつけるんです、接触するんですと話します。神山仁、目を閉じます。そして第3ラウンドを待ちます。一方の吉野博之、今日本当の意味での決着をつけます。しかし今日が早く来てほしかった、あるいは来てほしくなかった、複雑な気持ちですと今朝の計量の時に話してくれました。吉野博之24歳、14連勝中です。日本ウェルター級チャンピオンです。さて第3ラウンドに入りました。 1,2 ラウンドともに激しいパンチの応酬になっております。今朝の試合前の計量の時の両選手の表情です。神山の方に若干落ち着きがありました。そして吉野の方がわずかばかりナーバスな感じを見せておりました。そして今日のリング第3ラウンドを迎えています。ここは小さなパンチの応酬です。両選手ともにリングの中央です。ね、神山君は、ね、右のガードを絶対離さないですからね。なるほど、ね、吉野君の左のアッパー、左のフックをですね、はい、吉野といえば左のフック、左のアッパーが強烈、それを計算した神山、右のガードをガッツリと固めています。和島さん、はい、吉野の方に焦りみたいなものはないですか？あの焦りというよりもね、あのやっぱり自分が1階級下なんだということをね、はい、少しやっぱり頭に入ってるんでしょうね。ですから、ガンガン行かなきゃいけないんだと思ってるんじゃないですか。ガンガン行きたい吉野、左のボディから顔面です。一方神山の方が今は距離を詰めていきます。その神山、顔面がかなり赤くなってまいりました。画面の向こう側吉野、手前白いトランクスが神山です。
近藤さん、はい、浅川さんどうぞ。赤コーナーですかね、何しろ神山陣営、木村会長よくあの吉野の左を研究してブロックしていると、はい、それくらい神山の方もよく左を出していくというアドバイスを送ってますね。なるほど、神山はその左を出していきます。左を出していきます。神山、左を使っています。神山がうまく左を使っています。右を伸ばして神山、さあ吉野、今度は左ラッパーだ。吉野左ラッパーだ。右ストレート、吉野右ストレート、今度は左上下打ち明けます。両選手ボディから顔面上下打ち明けていきます。神山そして吉野。吉野君はね、はい、あの神山君の左に、あ、左から右、神山右のカウンターを狙いたいですよね。あ、なるほど、神山がうまく左を使ってみせました。左を引っ掛けた、今度は吉野、しかし神山下から突き上げる。神山が行った、神山が吉野を青コーナー付近に追い込めていきました。神山がこの辺りはいいところを見せております。岩田さんの回転でも1ラウンドともに神山10対9です。さあこの辺りは神山がいいんでしょうか。しかし吉野もリーダッパーから左のフック、左のボディ、吉野今度は吉野だ。残りがないぞ、第3ラウンド。さあここで第3ラウンド終了です。ドンギです。場内はお聞きのような声援です。このラウンド矢田さんの採点はまたしても神山10対9です。今日勝ちますと対吉野雪辱、そして世界ランキングが転がり込んでまいります。日本ジュニアミドル級のチャンピオン神山仁です。今日はふるさとの青森県からバス1台で 5,60 人がこの会場に駆けつけております。そしてお母さん妹さんもこの会場に、お姉さんもこの会場に来ているはずです。第4ラウンドを待ちます神山仁。前回吉野との対戦では壮絶なノックアウト負けを喫しております。今日が雪辱の一戦です。吉野は確かにスピードはある、しかしパンチ力ではもっともっとすごいボクサーがいると思いますと試合前に話しました。神山、木村指導会長のアドバイスにうなずきます。さあ第4ラウンドを迎えます。試合は第4ラウンドに入りました。白いトランクス神山仁、黒いトランクスが吉野仁。矢越田さん、はい、3ラウンド連続10対9、神山、これはここまでは神山ペースでいいんですかね。そうですね、若干ね、吉野君が大きいんですよね、打ち方が。なるほど、吉野の大振りが狙ってみましょうか。左を伸ばした吉野、さあ吉野が行った、吉野が行った、ロープを背にしました神山、ここはこらえます。そしてまたリングの中央に戻ります。現在は吉野コール、2500名入りました高齢者ホール、現在は吉野コールと神山コールが到着しています。吉野君のね、はい、あの左のフックがね、少しあの正確さに欠けてるためにね、あの神山君助かっていますよね。で神山君の右ガードがいいために、吉野君もやっぱりあの上から強い、もっと強いパンチを打とうという力入ってますよね。はい、神山が右のガードを固めて吉野の左を防いでいます。両者3度目の対決です。画面の右側、吉野は神山について勝負強い粘り強いボクサーですねと印象を話してくれました。左から右のストレートは吉野、吉野飛び込んだ、吉野飛び込んだ、吉野の掛け声がこの放送席にも届いてまいります。今度は逆に神山、神山、神山の右、神山の右、よし、おっと神山いった、神山がいった、いいだ。さあ大変な打ち合いになりました。神山そして吉野、くるくるっと攻守ところを変えます。さあ今度は神山の番だ、今度は神山の番だ、吉野の左、吉野の左から右、吉野の左アッパー。両者もスタミナ配分などは考えていないように見えます。とにかくパンチを力いっぱいに振るってまいります。小さなパンチは神山、今度は神山の番か、
神山の左から右、神山の左から右、吉野が左の服、吉野左、吉野左。何度も言いますけどね、はい、吉野君もう少し膝が柔らかく動いたらこれいいパンチなんですけどね。なるほど、ちょっと膝が止まってますからね。若干吉野の両膝が伸びているような感じがいたします。だから打っても疲れるんですよ、意外と、はいはい、自分の出した力よりはね疲れるんですよ。さて第4ラウンドも残りが少なくなってまいりました。接近戦です、接近戦です。下から仕上げた神山、そして左を伸ばしていった神山。ここで第4ラウンドが終了しました。八幡さんの採点はこのラウンド初めてイーブンです。10対10と出ています。ひろゆき、日本ウェルター級のチャンピオンです。防衛回数は10回、連続ノックアウト勝ちは12で切れましたが、勢いは全く止まっておりません。最近の試合でもノックアウトで白星を飾っております。ノックアウトで勝つことが僕の使命ですと話します。24歳吉野博之、戦後34代目の日本ウェルター級チャンピオンです。14連勝中です。ご覧の表情です。目を閉じて息を整えます。吉野博之、これから第5ラウンドを迎えます。場内の声援でゴングの音さえ聞こえづらくなっております。注目のゴールデンカード、神山対吉野、予想通り大変な好ファイトになりました。吉野がラッシュ、吉野がラッシュ、吉野がラッシュ、ここは神山がこらえます。さあ吉野が行きます。吉野が勝負をかけました、吉野が勝負をかけました。さあ神山、ここはこらえどころ、吉野が勝負をかけています。左を引っ掛けます。吉野、神山君もね、はい、一方的に守りじゃなくて手を出して守ることですよね。なるほど、ね、それできてるからいいですよ。はい、このラウンド勝負をかけたように吉野がいきなりパンチを見舞ってまいりました。神山君今聞いてますよ、少しね。あ、なるほど、前の方に打たれたりしますから。八幡さん、はい、吉野はこのラウンドちょっとエンディーかけましたね。うん、そうですね、いきなり吉野がまとまった手数で神山を攻めました。しかし神山食らえています。神山がとにかくガードをがっちりと固めています。うん、あっと左を引っ掛けた神山です。前回の対戦では神山が吉野に対して全くいいところがなくノックアウトで敗れております。吉野の快勝、鮮やかなノックアウト勝ちでした。しかし今日はその時の神山とは違います。神山は吉野に敗れた後、階級をジュニアミドルに上げて日本タイトルをものにしております。7年ぶり日本王者同士の対戦になっています。予想通り大変な打ち合いになりました。試合は第5ラウンドに入っています。中盤です。タイトルこそかかっておりませんが、プライドと意地をかけての両選手の熱い打ち合いです。ここは左の相打ち、左の相打ち、左の相打ち、左から右突き上げます。神山、和島さん、はい、吉野がかなり攻めていったんですが、神山こらえましたね。もうね、やっぱ手を出しながら守ったってことね。はい、でもだいぶ効いてますよ。しかし神山がかなり吉野の左を切ってまして、右の顔面が腫れてまいりました。残りが20秒になります。また左に飛び込んでいった吉野、ちょっと時計を見上げました。吉野博之、残り15秒です。さあ残り5秒、第5ラウンド、神山左の目の上から出血です。ここで第5ラウンド終了です。このラウンドは初めて青コーナーの吉野10対9で取っています。24歳、その左のパンチ力には定評があります。しかしハードパンチャーゆえの怪我があります。左の拳2度骨折を過去に体験しております。
試合はこれから後半に入ります。第6ラウンド、決してやりやすい相手ではありません。やりにくい相手です。今日の亀山についての吉野のコメントです。こちら試合前、軽量の時には落ち着いた表情、自信満々でした。神山ひとし、目の上からの出血が若干気になる神山。試合は第6ラウンドに入ります。チャンピオン同士の対戦は後半に入りました。第6ラウンドです。先ほど第5ラウンド立ち上がりには吉野がまたまったパンチを伸ばしてまいりました。しかし神山が捉えています。スタミナについては神山の方が絶対の自信を持っております。本人もスタミナは全く心配がありませんと言い放ちます。そして一方の吉野、こちらもスタミナはあるんですが、これまでノックアウトで勝ってさほど長い試合は経験がありません。とにかく早め早めに決着をつけてきた吉野博之、試合は後半に入っています。神山の方はかつてはなかなかパンチにウェイトが乗らない、その欠点が指摘されておりました。しかし日本チャンピオン、ジュニアミドル級チャンピオンになる直前からそのパンチ力のなさは完全に影を潜めました。生まれ変わった神山、そして超ハードパンチャーの吉野の対決です。近藤さん、はい、赤コーナーですかね、はい、第1ラウンドからね、セコンド陣の指示は変わっていません、はい、何しろ吉野の左を注意しろ、そして神山も左を出していくと、出せば当たるんだということを言ってますね。あ、なるほど。今酒井アナウンサーからのレポートもありました。かなり左の使い方は気にしているようです。神山です。八尾板さん、はい、両選手ともに立ち上がりからもう力を振ってましたけれども、うん、動きに何か変化はありますか？やはりね、はい、亀山君の方がね、手数で行こうとしてましたよね、はい、で細かいテクニックを使ってますよね。アッパー打ったり、はい、吉野君はただ豪快にも左のフックアッパーを打つだけと、ですから、ね、スタミナが心配になりますよね。それとこのガードですよね、左のガードが空きますからね、そこを右のストレート打たれてますね、はい、吉野君。吉野はかなり、吉野君はね、やっぱりこの回休むというよりもね、前半も特にこの後半になってから前半を休んでますよね、はい、で後半になってバッと行こうというこういう作戦でしょうね。上からパンチを打ち下ろしました神山、また左を伸ばしていきます神山仁です。いい左を打ちますよね神山君は、そうなんですね、あってはパンチ力はないないと言われたんですが、かなりもう変身しましたね神山はね。そうですね、これ吉野君にね、この左をね、はい、殺すことができないことね、この左を殺さなきゃダメですね吉野君は。吉野にとっては神山の左封じ、この辺りが後半の鍵になりそうです。さあ吉野の力いっぱいの左のキックです。ここで第6ラウンドが終了しました。このラウンドは10対10差がついておりません。赤コーナーの神山です。1回から10回まで全て勝負です、こう話しました。これが先ほどのラウンドのシーンです。吉野の左、しかし豪快に打ってきますね左のフックを。そうですね、吉野君ね、あの左のフックにね、左の小さいストレートをちょこんとこう突き上げるのあるともう随分違うんですけどね。確かに全部強く強くという感じがする吉野ですが、みんなフックですからね、はい、亀山君は安心して意外と受けてるところありますよね。さあ注目の一戦は第7ラウンドを迎えます。試合は7ラウンドです。7ラウンドに入りました。神山仁志、日本ジュニアミドル級のチャンピオン、一方の吉野博之、日本ウルター級のチャンピオンです。左を伸ばします。例によって神山が左を伸ばしていきます。吉野にとってはあの左は癖者、邪魔になります。
近藤さん、はい、そのあたりですね、やはり左、あの神山の左が非常に警戒しなきゃいけないということでね、左、神山の左フック、神山の左、吉野は仰向けに倒れ込みました。吉野が倒れました。そして足元がおぼつかないぞ。さあ吉野を踏ん張るか、神山一気に行くか、神山の左フック、吉野が倒れた、神山行った、神山行った、吉野敗れる。あ、1回目のダウン、カウントします、カウントします。吉野こらえています、こらえています。さあファイトの声がかかった、吉野がとどまった。さあ神山、ここは一気のシーンだ。吉野敗れました。神山勝ちました。神山雪辱、神山ご覧の表情です、喜び爆発。3度のダウンを奪って吉野を倒しました神山。汗ではありません、涙が光ります。神山ひとし雪辱です。プライドというもう一つのベルトを手にしました神山ひとし。今のシーンです、今のシーンです。吉野の右は空を切って、その後いいタイミングのいい左フックですよね。左フック一発、パンチの大きさの違いですよね。はい、パンチの大きさの違いでしたね。パンチの大きさ、コンパクトに振り切った神山。吉野君もね、左のフックを打ってきてるんですよね。神山勝ちました、神山勝ちました、神山涙です、男泣きです。生まれ変わりました神山ひとし、吉野に雪辱。亀山君もね、はい、ものすごくダメージが大きかっただけにね、もうやったっていうのは強いんでしょうね。神山が喜びを表しました。そして背中です、吉野の背中です。イベントスポンサーの三菱自動車より神山ひとし選手には勝利者賞といたしまして、トロフィーと金一封が贈られます。喜びが爆発します。神山ひとし場内の声援に応えました。男泣きの神山ひとし、そして吉野敗れました。それでは神山選手にお話を伺います。おめでとうございました。皆さんと本当に泣いちゃってどうもすいません、ありがとうございました。今日は神山さんは試合の前に自分のプライドをかけて絶対に勝つ、プライドをかけてリングに上がるっておっしゃってましたけど、いつもとやっぱり勝った喜びが違いますか？試合前はいつもの試合と一緒ですとか言ってましたけど、本当ボクサー戦目をかけてたし、本当にもう死んでも倒れるもんかと思って聞いたパンチありましたけど頑張りました。そうですか。今日は右のガードをしっかり上げてて、左のフックがバンって飛んできましたよね。やっぱり吉野さんのその左のフックを受けてるときはどんな気持ちで戦ってたんですか？いや、左フックより左アッパー下から来るのを聞いて、1ラウンドからもうガードした手がしびれたのもあったし、3ラウンドぐらいでこっちの目腫れてきたのも分かったし、これで吉野君も頑張ってるし10回までいったら自分の持つかなと思って心配だったんですけど、神がなんか味方してくれたみたいです。さて来年の目標を、じゃあファンの皆さんに一言お願いします。まだまだ力つけて、これから世界ランク狙って、本当は自分才能ないんですけど、できるだけ頑張って一番てっぺん目指すだけ目指したいと思いますので、応援本当によろしくお願いします。本当におめでとうございました。神山選手でした。喜びいっぱいの神山ひとし選手のインタビューでした。その気持ちが伝わってまいりました。さて矢田さん、はい、すごい試合でした。そうですね、もうね、私はこう喋ってるよりね、時間に見てた方がハラ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 してましたね、それぐらい迫力のある試合だったですね、これが第7ラウンド、神山選手の最
最後は吉野が崩れ落ちましたね、最後のところですね。和島さん、はい、神山頑張りましたね。そうですね、やはりあの重たいクラスということでみんなこれあの意識あるもんなんですよ。ボクサーみんなね、あいつはウェルトンだ、俺はジュニアミドルタンだ、俺は勝ったトルメンなんだというような気持ちに、ね、はい、なっちゃいけないんですけど、なりがちなんですよ、はい、それを克服できたということで、相当あの嬉しさは違う。